あれですけど、ゴール運ぶのを撮影すればよかったんですよ。相当ネタない。ネタ切れしてるな、もう。ゴール運ぶために早く来てるんで。もちろん、しっかり運びます。無理だ。あざろう。今後の怪我の一番大きい肉離れとかの怪我の予防になるための今日のパフォーマンスをちょっと見て、ハイスピードの動きをちょっと進めてやる。それまでのアップはリラックスから入ってボールワークとかもあるから、体しっかりほぐしてからそれに臨んでください。お願いします。オーケーっす。はい、ゴー。左組ボールから。はい、ゴー。はい、ゴー。ボール並んでるよ。動いてる中でここで勝負するときは自分でそこに下げていくっていうときはしゃがんでいる。そうですね。俺はしゃがん、その意識で変わるんですか？変わる。あ、変わる？ボールがないとか、自分がどっか一番遠いところにボールがあるときに自分の体を一個上げていくで、上からボール見る。それが平面、そうそうそう、丹田の位置ある。丹田を3センチ、それが一番ちょっと引き上がって、でその時に余裕を持って全部リアクションを込めて、ここだっていうときはしゃがんでいけばいい。
桃田膝でしょ。桃田膝膝からの桃田だね。高橋選手、新ユニフォームどうですか？ちょっとサイズちっちゃいですね。デザインはどうですか？デザインすごいかっこいいですね。僕一番3年目で一番いい、かっこいいと思います。お、本当ですか？初めて肉離れ、肉離れしながらしちゃいけない。取られてました。25番の佐々木一輝選手です。25番の佐々木一輝選手です、はい、どうですか？身が引き締まります。頑張ります。ビデオ見ていろんな話をするんだけど、課題を出す、ね、課題が出てからそこを改善していくんだからな。でうまくこう改善できてるからね、みんなも分かる通り、あの中盤のバランスとかね、すごく良くなってる。アプローチかけるとこも良くなってる、ね、やっぱそういうところをね、意識してからね、やっていこうね。 OK です。はい、最高。はい、あったかいから。ディフェンス
ただ、問題が出ても改善すればいいんだからな。自分チャレンジすることを忘れないで。OK? はい、行こう。行こう。そのタイミングぐらいで動き出してた。結構こう、こっちで、こう、こう行って、こっちの、うん、ノブ君が右下に足ぐらいの時ラインが何てぐらいだったかな。こういうでしょ。そうそうそう。そこら辺自分で調整して。OK です。はい、お疲れ様。ナイス。ナイス。これ毎日やってんの？はい、毎日やってます。ワンチーム、ワンチーム、はい、ワンチーム、ワンチーム。ワンチ君怖い。いいぞ、もう全部吐き出していいぞ今。え、何？大地、先輩に何か言いたい？俺が全部吐き出してる。大地、何か先輩に言いたいことあるの？先輩に言いたいことですか？マジでみんな尊敬してます。はい、リスペクトっす。喜べるんだよ。マジですよ。よくないって、そういうの。純喜君とか。あ、純喜君。